ポール・アドルフ・ボルカー・ジュニアは、アメリカ合衆国の経済学者。カーター、レーガン政権下で、第12代連邦準備制度理事会議長を務めた。ロンドン大学スクール・オブ・エコノミクス・フェロー。FRB 議長として、アメリカを襲っていた高インフレに対処するため、政策金利を大幅に引き上げ、インフレを封じ込めた功績で知られる。1927年、ニュージャージー州ケープで、 父親のポール・アドルフ・ボルカー、母親のアルマル・イーズの間に生まれた。ティーネックで成長し、父親は軍区の初代区長であった。幼少時、ボルカーは母親の信仰していたルーテル教会に通ったが、父親は米国政公会の信者であった。ボルカーはティーネック高校を卒業し、その後はプリンストン大学政治経済学部。 ハーバード大学院で政治経済学習志望を取得。ボルカー指導課の FRB は1970年代の米国におけるスタグフレーションを公設を抜きにして、とにかく終わらせた業績で知られている。連邦準備制度理事会議長に就任した1979年8月より、新金融調節方式、いわゆるボルカーショックと呼ばれる金融引き締め政策を断行した。 ボルカーの導入した引き締め政策によって、1979年10月には、ニューヨーク株式市場は短期間のうち20%を超える急落を見せた。1979年に平均11.2%だった。フェデラルハンド金利はボルカーによって引き上げられて1981年には20%に達し、市中銀行のプライムレートも、 同年21.5%に達した。しかし、それと引き換えに GDP は3%以上減少し、産業稼働率は60%に低下、失業率は11%に跳ね上がった。特に政策目標をマネースサプライに変更したことから、フェデラルファンド金利が乱高下することとなり、経済の不確実性が高まったことが不必要に経済状況を悪化させた。 この結果、ボルカー指導下の連銀は、連邦準備制度の歴史上最も激しい、政治的攻撃と、1913年の創立以来、最も広範な層からの抗議を受けることになった。高金利政策によって、建設、農業部門などが受けた影響により、重い債務を負った農民が、ワシントン DC にトラクターを乗り入れて、FRB が本部を置く。 エックルスビルを封鎖する事態にまで至った。そのような中で引き締めを続けることが困難となり、1982年後半3年続けた金融引き締め政策を断念した。3年間の金融引き締め政策でインフレ率は1981年に13.5%に達していたものが1983年には10%以上も。 パーセ3.2%まで低下するとともに、失業率は大幅に悪化していた。金融引き締めから緩和に転じたことによって、アメリカ経済は活気を取り戻し、GDP、産業稼働率は向上し、失業率は低下した。2010年1月21日、オバマ大統領は、自らがボルカールールールと呼ぶ銀行規制案を提案した。名称はボルカーによる、 積極的な銀行規制論にちなむ。発表の場には大統領と共にボルカーが現れた。このルールは投資銀行に対してヘッジファンド及び未上場企業への投資やそれらの所有を禁ずるもので自己勘定取引についても制限を加えている。2010年2月24日、ウォールストリートジャーナル市場に超党派の元財務長官5人の連名で、 ボルカールール指示の声明が発表された。連名には、マイケル・ブルーメンソール、ニコラス・ブレーリ、ポール・オニール、ジョージ・シュルツ、ジョン・スノーの名が連なっていた。2010年3月6日、ドイツでの講演で、投資銀行の自己勘定取引を制限する、ボルカールールの導入によって、高リスク取引を規制し、投資銀行のヘッジファンド化を避けることで、 デリバティブ市場の透明性を確保する必要があると発言した。取引相手がそのリスク負担を十分把握できない状態でリスクの再配分が行われることが世界金融危機の際にアイスランドやギリシャのシステミックリスクを招いたことへの反省を念頭に置いたもの。2012年2月22日にフィナンシャルタイムズ氏に日本の安住厚財務省とイギリスのジョージ・オズボーン 財務省が連名で外国銀行の流動性が損なわれること、国債発行が難しくなることへの懸念を表明した。ボルカーは3月14日にワシントンで改めてボルカールールの2012年7月導入を訴えた。同日、A 財務省は3月21日にオズボーン財務省が戦時国債以来の永久国債発行検討を正式に発表する情報を公開していた。 連邦準備銀行理事会の前議長でインフレを制御下に置いたことで知られるポール・ボルカーは、レーガン政権から規制緩和を進めるには不適任と見られて解任された。ありがとうございます。